今日は懲戒やりますね。懲戒。この間はここからか、4番からか。ページ193ページお願いします。ページ193ページ、それですね。はい、いいですね。今日懲戒やりますね。ページ193お願いします。はい、懲戒の練習は何の話だか聞くので、話をしましょう。いいですか。答えも聞きます。でも大事なのは、はい、こんにちは藤尾さん、どうぞ。こんばんは。話をすることなので、答えてくださいね。いいですか。はい、じゃあ4番からいきます。聞いてください。はい、ちょっと違いますね。6番です。6番、はい、6番、あ、6番か。ここ、そうか、ごめんなさい、やったね。ごめんなさい、やったね、はい、うん、6番からです。ごめんなさい、これからいきますね。いいですか、はい、じゃあ聞いてください。いきます。6番。女の人と男の人が映画館の前で話しています。2人はどの席のチケットを買いますか。ねえ、どこにする。もうあんまり空いてないね。一番前じゃ目が疲れるよね。じゃあここは。僕背が高いから真ん中だと後ろの人が見えないと思うんだよね。じゃあここ。私はもうちょっと前がいいな。ここは？いいよ。後ろに人がいても真ん中じゃなければ大丈夫。じゃあここにしよう。二人はどの席のチケットを買いますか？はい、アンヘルさん質問です。質問、何の話ですか？映画のチケットを買ってるんです。そうですね。映画のチケットを買うんですね。うん、映画のチケットを買います。クリスティナさん、何を言ってました。何の話をしてましたか。映画のチケットを買います。だけどどうしました。え、買いたい。お、そうですね、映画のチケットを買いたい。でどうしました。これ何ですか。うんうん、映画館ですねこれ。はい、キムさん、これ映画館がどうしました。何ですかこれ。なんかこうなったり、これ何ですか。ね、席です。そうですね、映画館の席ですね。はいはいはい。ミレイヤさんで、映画館の席でどうしました。ね、映画館の席です。で、男の人と女の人は何を話してましたか。はい、そうですね、チケットを買います。うんうん、どれ買います。うん、4番、この後ろ。うん、イヴァンさん、どうですか。どのチケット買います。1234、2番と思いますか。2番、わかりました。どうですかギエルムさん。4番だと思います。4番、本当。ウィチョさんどうですか。はい、2番。アンヘルさん4番だ。本当に4番ですか。3番だ。3番だ。違うかもしれません。3番なぜですか。なんて言ってました。うん、前で人がない、うん、前に人がいない。あ、これ人がいない、うん、人がいないから3番です。ちょっともう一回聞いてみましょうか。よく聞いてください。いいですか。はい、お願いします。女の人と男の人が映画館の前で話しています。二人は
どの席のチケットを買いますか？ねえ、どこにする？もうあんまり空いてないね。一番前じゃ目が疲れるよね。じゃあ、ここは？僕、背が高いから真ん中だと後ろの人が見えないと思うんだよね。じゃあ、ここ？私はもうちょっと前がいいな。ここは？いいよ。後ろに人がいても真ん中じゃなければ大丈夫。じゃあ、ここにしよう。クリスティナさん、どこですか？うん。わからない。3は違う？ 3 は違う。3は違いますか？うん。ディアノさん、どう？ 4？ 聞き取りにくいです。聞き取りにくい。うん。はい、どう、アンケルさん？ 3。なぜですか？男の人は背が高いですから、真ん中はダメですが、後ろは女の人が好きじゃない。そう、3。その通りです。その通りです。今もう一度聞いてください。もう一度説明してください。どうしてですか？もう一度みんなに言ってください。はい、お願いします。うん、どうしてですか？男の人が背が高いですが、女の人が後ろの方は好きじゃないので、元前がいいですから3番がいい。その通りです。もう一度説明しますね。前は嫌です。うん、で、前、ここもダメです。なぜか男の人が背が高いんです。男の人が背が高いから座ると見えない。女の人こうやって、ああ、見えないな。だから、はい、どうぞ。背が高い。背が高い。背 es altura。ああ、そうです。うん。なので背が高い。なので、これとこれダメ。うん、背が高いからね。だからこれとここ。でも、女の人が、アンケルさん言ってましたね。後ろは嫌だ。後ろは嫌だって。あ、じゃあここは、真ん中じゃなければ大丈夫ですと。これ真ん中じゃないですね。真ん中だといっぱい人がいます。たくさん人がいるので見えません。でも、ここなら、まあ、少しだから大丈夫っていうのが答えです。なので答えは3です。もう一度だけ聞いてよく聞いてください。いいですか？最後です。6番。女の人と男の人が映画館の前で話しています。二人はどの席のチケットを買いますか？ねえ、どこにする？もうあんまり空いてないね。一番前じゃ目が疲れるよね。じゃあ、ここは？僕、背が高いから真ん中だと後ろの人が見えないと思うんだよね。じゃあ、ここ？私はもうちょっと前がいいな。ここは？いいよ。後ろに人がいても真ん中じゃなければ大丈夫。じゃあ、ここにしよう。二人はどの席のチケットを買いますか？わかりましたか？わかりました。難しい。はい、どうぞどうぞ。質問したいんですが、はい、最後の文は何でした？最後の文は分かりませんでした。うん、ちょっと聞いてみましょう。はい、もうちょっと前がいいな。ここは？いいよ。後ろに人がいても真ん中じゃなければ大丈夫。これ？はい。後ろに人がいても真ん中じゃなければ大丈夫。真ん中じゃなければ大丈夫。あの言葉は何ですか？うん。真ん中何ですか？セントロ。真ん中es centro。Entonces diciendo、真ん中じゃなければ、significado es no, sino, es centro, 大丈夫だと思います。どうぞ。真ん中の漢字は、うん、真っ白
真っ赤の感じですか。真ん中の感じはね、これですよ。これちょっとこれ習ってないかな、まだこれね、はい、真ん中、まだこれはね N4 では出てこないかな、うん、まだ分かりません、これは、うん、まだ勉強してません、うん、なので大丈夫です、これはだ知らなきゃダメですよ、はいはい、あ、ありがとうございます。じゃあ次行きます。大丈夫ですか、ここまで大丈夫、はい、大丈夫、はい、じゃあ次行きますね。じゃあ聞いてください。7番に行きます。いいですか、7番。じゃあ行きます。7番。女の人と男の人が話しています。男の人は今日何をしますか。佐々木さん、大阪支店の機械のトラブルです。すぐに大阪へ行ってください。え、明日の会議はどうしますか。ああ、そうですね。じゃあ、明日会議が終わってからお願いします。飛行機のチケットは今日予約しておいてください。わかりました。すみません、明日の会議のデータチェックしていただけますか。あ、これですね、わかりました。男の人は今日何をしますか。もう一度聞きます。オスカルさん来たんで、オスカルさんこんばんは。以上さん、もう一回聞きますね、はい、よく聞いてください。あのメモ取っていいですからね。あのテストはメモは書けません。はい、書けないので今は大丈夫です。メモを取ってあの説明してください、何の話か。いいですか、もう一回行きますね。はい、頑張ってください。ちょっと男の人が話しています。男の人は今日何をしますか。次、お疲れさん、佐々木さん、大阪支店の機械のトラブルです。すぐに大阪へ行ってください。え、明日の会議はどうしますか。ああ、そうですね。じゃあ明日会議が終わってからお願いします。飛行機のチケットは今日予約しておいてください。わかりました。すみません、明日の会議のデータチェックしていただけますか。あ、これですね、わかりました。男の人は今日何をしますか。はい、質問です。キムさん、質問は何ですか。質問は、はい、その通りですね。男の人はすぐに何をしますか、すぐにどうしますか。同じね、一緒ね。いいですね。じゃあクリスティナさん、すぐに何をしますか。はい、予約する。何の予約ですか。ごめんなさい、チケット、チケットの予約。うんうんうん、どうですか、オスカルさん、わからないですか。です。じゃあアンヘルさんどうですか。同じだと思う。同じだと思う、チケットの予約。なるほど、わかりました。これなぜチケットを予約 しますか、ギエルモさん。あ、違うと思う。うん、何ですか。データをチェックすると思います。うん、うん、なるほど、データをチェックする。イヴァンさん質問です。どこに行きますか。わからない。ウィーチョーさん、どこに行きますか。わかんない。大阪ですね、大阪ですね。 OK、 じゃあ2つ答えがあります。1つは、予約する、予約するですね、チケットの予約。それからもう1つは、データをチェックする、うん、データってわかります。何ですか、データ。ダトスですね、を、チェックすると。じゃあちょっと聞いてください、もう一度だけ聞きます。いいですか、よく聞いてください。はい、7番。女の人と男の人が話しています。男の人は今日何をしますか。佐々木さん、大阪支店の機械のトラブルです。すぐに大阪へ行ってください。これ大阪に行きます、どうしてですか。試験試験試験がある
うん、試験がある。OK。 アンヘルさんどうですか。なぜ大阪行きますか。機械の問題。その通り。機械のトラブル。トラブルは問題です。機械のトラブルがありました。なので大阪行きます。いいですか。ここ大事ですね。機械のトラブル。トラブルはスペイン語でプロブレマ。Sí, pero ¿cómo escribe katakana? Porque viene de inglés. Sí, pero puede ser 機械の問題です。全然問題 OK ですね。だからよく、キムさん、機械の問題あるでしょ。はい。いっぱいありますよね。だからあっちメキシコシティ行って、そうですね、機械のトラブルですね。いいですか？はい、じゃあ次行きます。聞いてください。え？明日の会議はどうしますか？ああ。はい。なんて言ってました？え？明日の会議はどうしますか？その通り。明日の会議はどうしますか？ウィチョウさん、会議わかります？うん、会議、今さんわかります？フンタ、その通りですね。会議はフンタですね。その通りです。じゃあ、会議はどうしますかですね。え、明日？え、でも会議ありますですね。じゃあ、どうするか。ああ、そうですね。じゃあ、明日会議が終わってからお願いします。なんて言ってます？じゃあ、そうですね。思い出しましたね。ああ、会議が。じゃあ、何ですか？会議の後で、その通り。会議の後でいいです。ですね。会議の後で来てください。ですね。大阪に行く前に会議を出なきゃいけないですね。その通りですね。飛行機のチケットは今日予約しておいてください。はい、今日何しますか？何のチケットですか？飛行機のチケット。そうですね。飛行機のチケットを予約してください。クリスチャンさん言ってましたね。予約チケットを予約するですね。はい。わかりました。すみません。明日の会議のデータチェックしていただけますか？はい。なんて言ってました？すみません。何ですか？会議の。うん。データ、うん、チェックします。そうですね。会議のデータをチェックしてくれますかですね。会議のデータをチェックしてくれますか。あ、これですね。ごめんなさい。明日ですね。うんうん、その通りですね。明日の会議は女の人がチェックする。その通りですね。ギエルモさん、実は女の人なんです。チェックするのでも聞いてください。これですね。わかりました。男の人は今日何をしますか？質問は男の人ですね。男の人はすぐにチケットを予約しなければいけません。でも女の人は何でしたっけ、イエルモさん。データをチェックします。なぜですか？明日は会議があるのでデータをチェックしなければいけません。その通りですね。うん、明日は会議があるのでデータをチェックしなければいけませんですね。その通りです。それが答えですね。なので答えは、クリスティーナさんが言った、チケットを予約する3番です。いいですか。はい、じゃあ次いきます。8番。8番。ホテルの受付で男の人が女の人と話しています。女の人はこの後どうしますか？すみません、山田です。この荷物お願いします。山田様ですね。ではこちらにお名前とご住所などをお願いします。すみません、すぐ出かけますからチェックインは後で。この荷物だけお願いします。はい、わかりました。いってらっしゃいませ。女の人はこの後どうしますか？はい、質問は何ですか、ミレイヤさん。わかりません。質問は何ですか、イヴァンさん。この人は後で何をします。何をしますか。しましたかはパサドね、はい、しますか。その通りですね。女の人は何をしますか。その通りですね。
じゃあ何の話ですか、ウィチョさん。わからない？これどこにいますか、クリスティナさん。そう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 、ホテルですね。ホテル、その通りです。ホテルですね。はい。うん。ホテルの受付、うん、受付、ミレイヤさんわかります？受付。レセプション、OK？ 受付ね、ホテルの受付ですね。はい。で、どうしました？受付で、アンヘルさん。男の人は、うん、外に行くんです。うん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 。から、うん、から。荷物うん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 、そうですね。男の人は外に行きます。でも荷物を置きたいです。ですね。OK OK。じゃあ聞きます。ギエルモさん、答えどれですか。答えは1番だと思います。1番。どうですか、オスカルさん。いい。今さんどうですか。1番ですか。1番。どうですか、キムさん。でもまあいいか、1番。わかりました。じゃあもう一回だけ聞いてみましょう。いいですか。もう一回だけ聞きます。はい。あ、どうぞどうぞ。はい、行きます。ホテルの受付で男の人が女の人と話しています。女の人はこの後どうしますか。いいですね。イワンさんが言ったこの後どうしますか。この後何をしますか。一緒ですね。はい。すみません、山田です。誰ですか。山田さんですね。すみません、山田です。受付に行った時ね、みんながホテルに行った時は必ず、あ、すみません、自分の名前。あ、山田です。お、オスカルです。いいですか。はい。この荷物、お願いします。ウィチョさん、何ですか。この荷物、荷物は、その通り、その通り。そうですね、この荷物お願いしますですね。これウィチョさん大事ですよ。日本に行ったらすぐに何か言うときは、あ、すいません、これお願いします、あ、荷物お願いします、お願いします、es una palabra mágica, ¿eh? Siempre, ah, por favor, te encargo. ¿Sí? Entonces, muy bien. 山田様ですね。ではこちらにお名前とご住所などをお願いします。何ですか。こちらにお名前、うん、はいはい。お名前、ウィチョさん、何ですか。その通りですね。お名前、con O, porque clientes, atendiendo clientes, entonces tiene que poner O. Sí, お名前と、何ですか、クリスティアンさん。OK、お名前を書いてください。でも、もう一つありました。何ですか、ギエルモさん。敬語ですか。敬語、うん、丁寧な言葉です。pero no es 敬語。ご住所と言ってました。キムさん、ご住所なんですか。住所、はい、住所、ディレクション。その通りですね。お名前とご住所をお書きくださいですね。オスカルさん、ミレイヤさん、大事ですよ。もし、受付で仕事をするとき、名前は何ですかって言ったら、depende, pero se ve a veces como grosero. お名前は何ですか、ご住所は何ですか、siempre con O, y dependiendo de sustantivos, tiene que cambiar O o puede ser Go. OK? はい、いいですね。じゃあ、行きます。すみません、すぐ出かけますから、チェックインは後で。これ何ですか、アンヘルさん。すぐで出かけます。うん。出かけますから、うん。
チェックイン。あとで。その通りですね。うん。すぐ出かけますから、すいません。あの、チェックインは後でお願いします。後でね。Después。¿Por qué diciendo que me voy ya? Sugu ni dekakemas. Dekakeru es salir. Sí, pero ya están siendo con presente. Dekakemas. ¿Sne? Simasen. Nano de. Ato de. ¿Sne? Yoku tsukaimas. Ato de significado después. Sí, no completamos cuando hablamos nosotros. Simasen, ato de. ¿Qué? Pero ya como contexto, ya sabe de qué se trata. Sí, ato de onegai shimasu. ¿Sne? Ahí.この荷物だけお願いします。はい、最後、ギエルモさん。最後、答え。あ、ごめんなさい、なんて言ってました、今。あ、今。はい。もう一回いきます？はい。はい。はい。この荷物だけお願いします。何ですか？荷物だけ、置きたいです。その通りですね。荷物だけ置きたいんですね。チェックインは後で。すいません。でも、ちょっと荷物お願いします。ですね。Sí? Entonces, eso es la situación en general. はい、わかりました。いってらっしゃいませ。ですね。はい、わかりました。いってらっしゃいませ。ですね。Y eso es todo. Entonces, ¿cuál, どれが答えですか、ミレイヤさん。1番ですね。その通りです。1番が答えになります。いいですね。荷物置いてますね。はい。じゃあ次いきます。問題2に行きます。問題2、は何か。問題2 es, no es igual que es N5. N5 era un poquito más corto tiempo de pensar, pero este 問題2 este, le dan tiempo de leer estas、respuestas.Entonces, no sé si se dieron cuenta ustedes cuando tomaron examen de que como que tiene un tiempo raro, como 3 segundos de que, y luego, ¿por qué no lee? Pues no siguen, ¿por qué dando tiempos para leer? Sí, entonces, Mondaini siempre así, le dan tiempo de leer. Entonces, con karma, lee todas las respuestas y luego empieza. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar.問題2問題2ではまず質問を聞いてください。その後問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを1つ選んでください。1番先生が学生に見学の説明をしています。先生が一番言いたいことは何ですか？Este tiempo es leer todas respuestas. Preguntas y tiempo de leer.明日はグループで見学に行きます。この間、グループで決めたところへ行って、お話を聞いたり、写真を撮ったり、教室でできないことができますね。先生は一緒に行きませんから、皆さん、絶対に一人になってはいけません。いつも必ずグループの友達と一緒に見学してください。これは忘れないで守ってくださいね。先生が一番言いたいことは何ですか？はい、聞きます。クリスティーナさん。クリスティーナさん、何ですか？何の話ですか？うん。うん。うん。うんうんうん、オッケー。先生が忘れないことがあります。まあそうですね。先生の話ですね。先生の話。どこにいますか？見学。見学。見学、イバンさん分かりますか？
わからない。見学、ギエモさん、わかります？Escuela, no necesariamente que sea como escuela, sino como recorridos o visita a estudiar o aprender algo. Kengaku to imasu. Por ejemplo, si vas al laberinto que está en Parque Tangamaka, sería como laberinto ni kengaku shimasu, kengaku shimasu. Ii desu ne. Laberinto ni kengaku shi ni ikimasu. Kengaku shi ni ikimasu. Pero kengaku significa que el objetivo es aprender y aprender algo. Si ustedes para ir allá pues ya han ido mil veces y como solo pasear, entonces tiene que utilizar la palabra pasear, sanpo suru. Kengaku es siempre motivo es estudiar. Puede estar en un museo o algo así. そうですね. Pero sí motivo es estudiar. ¿Y es que? Ya, gomenasai. Ángel san, kotae dore desu ka? 3番、何ですか？あ、読んでください。先生は一緒に行かないこと。うん。先生は一緒に行かないこと。これ、質問、オスカルさん、何ですか？一番ことは何ですか？一番言いたいことは何ですか？誰ですか？誰が一番言いたいことですか？先生ですよね。先生が一番言いたいことは何ですか？それが質問ですね。じゃあアンヘルさんは先生は一緒に行かないことが言いたい。でも、うん、でもそれは一番じゃない。一番、3番？1番？OK、何ですか？OK、何ですか、ギエモさん。先生は行けませんって言ってたけど、うん、その後、友達と一緒に見学するって言ってたから4番だと思います。うん、どこです？私の答えは4番です。オスカーさんどう？わかんない？キムさんどう？もう一度聞きたい。ウィチョさんどう？わからない。もう一回聞きますか。よく聞いてください。いいですか。もう一度聞きます。アンヘルさんもよく聞いてください。まず質問を聞いてください。その後問題用紙を見てください。読む。一番。先生が学生に見学の説明をしています。先生が一番言いたいことは何ですか。うん。先生が見学の説明をしています。説明は何ですか、アンケルさん。エクスプリカション。説明しています。いいですか、見学についてですね。はい。なので、先生が一番言いたいことは何ですかですね。はい、じゃあ行きます。明日はグループで見学に行きます。この間、グループで決めたところへ行って、お話を聞いたり、写真を撮ったり、教室でできないことができますね。先生は一緒に行きませんから、皆さん、絶対に一人になってはいけません。なんて言ってました、最後。絶対に一人になってはいけません。何ですか、それ。その通りですね。No estén solo. 絶対に significado es como definitivamente. Sí, definitivamente. No debe de. Nunca más. Sí. Entonces, 人にならないでください。Y cuando nosotros queremos decir algo como más importante, siempre 絶対に bla 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 bla. Pero, 聞いてください。絶対に bla bla bla. Eso más importante. Lo demás, no tantos.Sí, esas palabras claves. Cuando ustedes escuchan en el examen también, este tipo de preguntas sí sale. Y si dice, ichiban iitai koto wa nan desu ka? Seguramente sale zettai. O kanarazu. Kanarazu nan da ka wakarimasu ka? Nan desu ka? Seguro. ¿Sí? Kanarazu, zettai ni, son casi sinónimos.
Entonces, eso es importante. ¿Sí? Entonces, 絶対に一人にならないでください。なので、ギエルモさん、何でしたっけ、答えは？そうですね。4番です。これ、アンヒルさん、分かりました、うん、友達と一緒に見学することですね。一人はダメです。なので、友達。で、先生は行きません。だから、先生は行かないので、友達と一緒に見学してくださいですね。それが一番言いたいことです。いいですか？ウィジョンさん、大丈夫？大丈夫？はい。クリスティアンさん、大丈夫？うん。じゃあ、次行きます。女の人と男の人が話しています。女の人はどうしてダンスを習っていますか？ダンス習ってるんだ。え、ダンス？踊るの好きなんだ。そうでもないんだけどね。じゃあ、ダイエット？違うわよ。今度学校の授業で教えなければならないのよ。え、教えるの？中学校の先生も大変だね、いろいろ。ほんと、ストレス多いわ。女の人はどうしてダンスを習っていますか？はい、ミレイヤさん、質問は何ですか？うん、何を分かりましたか？分かったのは何でした？はい、はいはいはい、その通りですよね。女の人はダンスを教えます。その話ですね。いいですね。じゃあクリスティナさん、何ですか？他に、女の人はダンスを教えます。でも質問は何ですか？なぜ？なぜダンスを習いますか？うん、習いたい。まあ、習いたいですか？まあ、習いますか？はいいですね。なぜですか？キムさん。教えなければならない。その通りですね。イバンさん、最後に女の人が何か言ってました。なんて言ってました？わかりません？ギエルモさん、女の人が最後に何か言ってました。学生に習いにくい。なるほど、うん、なるほど。岩さん、もう一度聞きます、ごめんなさいね、岩さん、女の人はダンスが好きですか？はダンスは好きですか？はい、はい、うん、どうですか、オスカルさん。好きじゃない。好きじゃない、なぜですか？なんて言う？うん、ダンスを教えなければならない。それもストレスが多いですって言ってました。ストレスが多いです。ストレスが多いです diciendo estoy muy estresada。 で、なぜか嫌いです。でも学生に教えなければなりませんですね。はい、じゃあ答えは何ですか、アンヘルさん。3番。ウィチョさん、どうですか？3番。3番、いいですね。答え3番です。いいですね。はい。ストレス。ストレスはエストレスです。いいですか？はい、いいですね。じゃあ次いきます。3番。3番。男の人と女の人が話しています。女の人はどうしてこの店で野菜を買いませんか？
あれ野菜は買わないの？うん。どうして？高いかな？いや、そんなに高くはないと思うよ。新鮮そうだし。この店、サービスも悪くないよね。店員さんも親切だし。うん、そうなんだけど、父がたくさん送ってくるのよ。趣味で作ってるから。いいね。女の人はどうしてこの店で野菜を買いませんか？はい、アンヘルさん、質問何ですか？どうしてこの店で女の人を買いますか？何を買いますか？野菜。うん。野菜を買いますか？買いますか？買いませんか？買いませんかですね。どうしてこの女の人はこの店で野菜を買いませんか？ミレイヤさん、どうしてですか？うん、もう一回聞きたいですか？わかりました。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、キムさんどうですか？どうしてですか？買わなくてもあるから。買わなくてもあるから。買わなくてもあるから。なぜですか、ウィチョさん。買わなくてもあるから。なぜですか？わからない。クリスティアさん、なぜですか？その通り、父がたくさん送るからなんです。いいですか？父がたくさん送るからです。はい、じゃあこれ答え何ですか、ウィチョさん。店で野菜を買いませんから。うん、でもどれですか答え。うん、2番。サービスが悪いから。なるほど。イヴァンさんどうですか？うん、いいですよ。読んでください、読んでください。はいはいはい。3。買わなくてもあるから。質問したいんですが、どうぞ、どうぞ。まず、父がたくさん送って、その分が、全然わからなかったから、説明してください。はい、クリスティアン、説明してください。父がたくさん、日本語で。送る。何ですか？教えてください。父は牛乳ですか？お父さん。ああ、お父さん。その通りです。父はお父さんです。No es chichi, es牛乳。Sí, sí, no es leche, sino papá. ¿Ok? Yo creo que por aquí ya perdiste. Sí, pero está bien. Chichi es papá. Sí, entonces chichi が送るからですね。はい。なんでこれ答えは3番です。買わなくてもあるからです。いいですか？なぜなら、あのクリスティアンさん言ってましたね。お父さんが送るからです。はい、どうぞ。買わなくてもの意味は何ですか？買わなくてもの意味は何ですか、キムさん。買わなくても es aunque, aunque que no compro, lo tengo. なくてもですね。Como forma corta ない pero quita y luego くても entonces sería aunque.食べなくても、見なくても、いいですか？飲まなくてもですね。その通りですね。うん、ちょっと変ですけど、まあ、N4 級は、no puede traducir literal. Siempre ya tiene que traducir como, ya tomando expresión, y luego ya tienes que traducir bien, porque si no, no.
porque ya no es nivel N5. N5 sí siempre puede traducir literalmente, pero ahorita ya no. Pero más o menos hay ¿no? Aunque es más importante. ¿Ok? Nande, kotae wa Miyo-san, 3 番です。Sí, claro. ¿Ahorita ya? Ah, ok. Bueno, entonces nada más se revisa la video. はい、じゃあ4番いきます。4番。アニメショーの会場で案内を聞いています。今すぐ予約すれば何時からのショーが見られますか？皆様おはようございます。本日は朝早くから来ていただきありがとうございます。ただいまからアニメショーのご案内をいたします。本日のアニメショーは10時、11時、13時、14時からの4回行われます。10時と13時の回は予約の方でもういっぱいになっておりますが、11時と14時の回はまだ少し空きがございます。会場でも予約ができますので、ご覧になる方は予約をお願いいたします。じゃあ、すぐ予約しよう。うん、そうだね。今すぐ予約すれば、何時からのショーが見られますか？アンヘルさん、2番、質問は何ですか？はい。質問は何ですか？今から予約すれば何時からショーが見られますか？その通り、うん、質問は今から予約すれば何時からのショーが見られますかですね。ショー、これ何のショーですか、キムさん。ショーが何のショーですか？ショーがわからない。ショー、何のショーですか、クリスティナさん。そう、アニメショー。何ですか、ショー。ショー。un show。un show。pero japonés sería show。un show。por eso、クリスティナさん dijo アニメショー。そのとですね。un show de anime。アニメショーですね。だから、今言ってましたね。何時から、今から予約すれば、何時に、アニメショーですねが見られますか、うん、何時です。答え何ですか？2番、11時、うん、オスカルさん何時？わかんない。ミレイヤさん何時？早い。じゃあ何時？早い。何時？10時？女の人がその女の人が少し早い。あ、話すのが話すのが早い。話すのが早い。イヴァンさんどうですか？もう一回やりたい。ちょっと早いですね。もう一回聞いてください。せ、ワモス、どうです。皆様、おはようございます。本日は朝早くから来ていただきありがとうございます。ただいまからアニメショーのご案内をいたします。はい。ただいまからアニメショーのご案内をいたします。ご案内何ですか？案内する。ギアでもご案内します。entonces ya sería 敬語 es como una forma formal, ¿no? ご案内します。案内する。ギアね。 OK, entonces va a empezar. 本日のアニメショーは10時、11時、13時、14時からの4回行われます。はい。アニメショーは 何回やりますか？ 10 時、11時、うん、13時、うん、14時。14時何時ですか？2時。14時、2時？午後2時。午後2時？ 14 時？本当？あ、14時、ごめんなさい。そうです。ごめんなさい。ごめんなさい。14時。14時はごめんなさい。午後2時ですね。14時は午後2時で、16時は何時ですか？14時。
午後の4時。午後の4時ですね。4時ではありません。4時。4時ね。午後の4時。じゃあもう一回言います。1回目、何時ですか、お疲れさん。10時。10時。2回目。11時。3回目。12時。4回目。14時。そうですね。10時、11時、14時ですね。14時、16時。4回です。いいですか？12時は、あ、14時は2時ね。16時は午後の4時です。いいですか？ 3番は13時だった？あ、ごめんなさい。3番13時。ごめんなさい。嘘つきました。3番13時ですね。ありがとうございます。最後は14時。14時ですね。13時、14時ですね。1時、午後1時と午後4時ですね。はい、じゃあ行きます。10時と13時の会は予約の方でもういっぱいになっておりますが、11時と14時の会はまだ少し空きがございます。会場でも予約ができますので、ご覧になる方は予約をお願いいたします。はい、なんて言ってました？10時と11時のショーがたくさん予約します。予約があります。そうですね。 10時と11時の予約はもういっぱいです。もうできません。いっぱいです。よく使います。あの、予約がもうできませんは、予約がいっぱいです。いっぱい significado está lleno. Si traducimos español entonces suena muy raro. Reservación está lleno. Sí, pero japonés, nosotros hablamos así. 予約がいっぱいです。でも何ですか、クリスティナさん。でも、何時は見れますか？11時。じゃあ答え11時。うん。本当？アンジェルさん。うん。11時。本当11時。ゲロンさん。あ、オスカーさん。11時じゃない。10時と11時。いっぱい予約があります。そうですね。あ、違います。10時、13時がいっぱい。あ、これはどっちですかね。もう一回聞いてみますか。もう一度聞きましょう。よく聞いてください。何時がいっぱいですか？何時が空いてますか？ Sí, いっぱい significado está lleno. Sí, y 空く significado es abrir, pero con 予約 entonces como que todavía hay espacios. Sí, entonces予約があります。予約がいっぱいです。でも何時ですか？それを聞いてください。いいですか？はい、行きます。朝早くから来ていただきありがとうございます。ただいまからアニメショーのご案内をいたします。本日のアニメショーは10時、11時、13時、14時からの4回行われます。10時と13時の回は予約の方でもういっぱいになっておりますが、11時と14時の会はまだ少し空きがございます。会場でも予約ができますので、ご覧になる方は予約をお願いいたします。オスカルさん、答え何ですか？2ですね。これ2です。2です。答えは2です。10時と1時は13時ですね。クリスティナさん、よかったですね。13時ですね。でも1時です。1時はもういっぱいです。でも、11時と何時ですか、空いてるのは。何時が空いてますか、ギエルモさん。キムさん。もう一度言います。質問は、10時、1時はもういっぱいですね。いっぱいです。でも、11時ともう一つ空いてます。何時ですか？14時ですね。10、ごめんなさい、14時ね。4時じゃない、14時。14時は何時ですか、オスカルさん？午後2時。Por eso aquí dice 4. Porque si no sabe, como que solo escuchando 4, entonces, ah, 4. Pero diciendo 14時。No es 4, sino a las 2. Sí, entonces la única respuesta es 11時ですね。そのとおりですね。最初から大丈夫ですね。はい。はい、じゃあ次いきます。
はい、じゃあ次いきます。5番です。聞いてください。5番。男の人と女の人が話しています。女の人は今年どうして国へ帰れないのですか？みーさん、今年はいつ国へ帰るの？今年は帰りません。そう、仕事が忙しいから？いいえ、今年は国から友達が来るので一緒に旅行しようと思っているんです。そう、ご両親はリンさんに会いたいでしょうね。それは、また来年。女の人は今年どうして国へ帰らないのですか？はい、質問は何ですか、ギエルモさん。今年、なんで、うん、国に入らないんですか？そうですね。なぜ国へ帰りませんか？うん、ですね。なぜ国へ帰りませんか？ミレイヤさん、なぜですか？わからない？アンケルさん。その通りですね。答えはどれですか、キムさん。はい。その通りですね。何番ですか？その通りですね。友達と旅行したいからですね。大丈夫ですか？これはちょっと簡単だと思うんですけど、大丈夫ですか、ゲルムさん。質問ですか？いえ、大丈夫です。大丈夫？うん、大丈夫？ミレイさん、大丈夫？うん、うん。はい、じゃあ6番いきます。6番。女の人と男の人が話しています。男の人はどんな時お弁当を作りますか？そのお弁当、自分で作ったんですか？おいしそう。そう？毎日？いや、毎日はできないけど、外で食べるのは高いからね。朝作るの？うん。でも大体前の日の晩ご飯で残ったものを入れるだけだから、そんなに時間はかからないよ。晩ご飯も自分で作るんだ。だから、前の日に外で食べたら、お弁当も作らないよ。そうなんだ。男の人はどんな時お弁当を作りますか？はい、質問は何ですか、ミレイヤさん。その通りですね。クリスティナさんはどんな時にお弁当を作りますか？4番な、よ、言ってください。読んでください。本当？毎日やりませんか？毎日じゃない？うん、どうですか、ゲームさん。4番だと思います。うん、なんて言ってました？どんな時お弁当を作りますかって、朝で、お弁当を作るけど毎日できないから、前の日に料理をした時作りましたと思います。うん、キムさんどうです？朝早く起きた時だから2番。うん、イワンさんどうです？2番ですか？朝早く起きたとき。うん。これオスカルさんどうですか？
4番。アンヒョさん。4番。これ答えは4番です。4番です。毎日作りません。でも、前の日に料理をしたときね、前の日に料理をしたら、それをお弁当にします。し、そらレスポスト。これが答えですね。朝早く起きたときは、朝早く起きれません。起きれないから作れません。で、毎日も作れません。なんで、前の日に料理をしたら、それを残してお弁当にします。いいですか、はい、はい、じゃあ最後7番いきます。7番。女の人と男の人が話しています。男の人はどうして卵を食べませんか。遠慮しないで食べてね。あれ、卵嫌い？好きだよ。お腹いっぱい？いや、そうじゃないけど、先週から体の調子が悪くて病院に行ったんだ。それで？病院で卵はあまり食べないでって言われて。だから。そうなの、知らなかったから。大丈夫だよ、こっちの野菜料理いっぱい食べるよ。男の人はどうして卵を食べませんか。アンヘルさん、質問は何ですか。男の人はどうして卵を食べませんか。そうですね、男の人はどうして、なぜ、卵を食べませんか。イワンさん、彼は病院、彼は病院になります。彼は病院にいます。いますね。OK。彼は病院にいます。なぜ病院ですか、オスカルさん。体悪くない。良くない。うんうん。体が良くない。うん、どうですか、ゲロンさん。はい。医者さんと話したとき、もう卵を食べられないから、やめてくださいって言ってたから、3番だと思います。この人の体に良くないから。うん、ミレイヤさんどう。3番。3番ですね。これ答え3番ですね。この人はあの体に良くないからですね。この人の体は悪いからですね。良くないから、卵は食べないでくださいですね。うん、病院、そうですね。はい、質問ありますか。大丈夫ですか。大丈夫。はい、desde aquí entonces va a empezar como un descansito, sí, como empezar así y pasando música y como 20 segundos. Mondai hasta san. Sí, entonces no quiere que asusten el examen. Como que, ¿qué pasó? Sino que pues ya, aunque haciendo esto ya vamos al final. Y entonces con eso ya empieza Mondai san.¿Ok? Mondai san, Mondai yon es muy corto. Mondai chi, Mondai ni, bla 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 bla, luego, final. Pero Mondai san, Mondai yon es muy corto. Entonces tiene que tener una concentración bastante concentrados. Porque si no, luego, ¿ya acabó? Y eso va a suceder. ¿Y de qué se trata Mondai san? Mondai san siempre aparece dibujitos. Y dice una, bueno, siempre aparece una flechita. Entonces, pregunta es, ¿qué es lo que dicen esta persona?Sí, entonces solamente enfocan esto, porque si ves esto, entonces piensa que, pues otras palabras, porque situaciones son diferentes, ¿ok? Entonces vamos a escuchar. Mondai san. Mondai san では、絵を見ながら質問を一つ選んでください。お客さんが帰ります。何と言いますか？1。
お帰りなさい。2行ってらっしゃい。3また来てくださいね。はい、イワンさん。また聞いてください。その通りです。でも、答えは2つありました、イワンさん。行ってらっしゃい、また来てください。なぜ行ってきて、行ってください、また来てくださいですか？これ、日本語でビジターは何ですか？あ、お客さん。お客さん。そうですね、その通りです。この、esa palabra es muy, muy importante です。お客さん、eso lo que dijo。お客さんなので、tiene que decir no es itte rashai sino mata kite kudasai ne y es que okyakusan es cliente ¿sí? O no es perdón visitante sino cliente. Ahí ya ni va a ir más. はい、アンヘルさん。2番、何て言ってました？何か手伝いましょうか。これ何ですか、アンヘルさん。すごく、この人、何してますか？この人。仕事がいっぱいある。そうですね。仕事がいっぱいあります。仕事がたくさんあります。何を言いますか？で、何でしたっけ？何かを手伝いましょうか。その通りですね。Es una palabra muy importante。何か手伝いましょうか？何かを手伝いましょうか。を siempre se omiten。何か手伝いましょうか。Eso ustedes, cuando vayan ustedes, Oscar, Mireia, siempre busca eso. Si una persona callado en Japón, como siempre lo que dicen lo hago, se ve muy mal. Búscalo, y luego, ah, 何か手伝いましょうか。Porque, 私仕事今、ありません。今大丈夫です。ありがとうございます。Aquí México no tanto así, pero Japón sí, muchos. Entonces ustedes tienen que entender eso. Si dice, watashi owarimashita shigoto, y entonces como, ¿qué están diciendo? Pues sí sé, no estoy preguntando que terminaste o no terminaste. Si no, ya sabes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, watashi shigoto ippai arimasu. ¿Nande watashi ni tetsudaimasu ka te iwanai desu ka? Te iwaremasu. Eso diferencias.Japón pide mucho eso. ですよね。仕事そうですよね。はい、仕事終わりましたって言ったら、でどうしたんですかって言われます。仕事ありますよ。ほらっていっぱいいっぱいって言われます。Sí, eso es importante. はい、質問ありますか？ありませんか？じゃあここまでに今日はしたいと思います。2番までですね。どうですか？リスニング難しいですか？聴解難しいですか？難しいです。キムさんどう？難しいですが、はい、早いので危ない、まあは。まあ、早いので分かりにくい、うん。分かりにくいですね。多分読んだら、皆さん、読んだら分かります。簡単。でも聞いたら、はい、これってなります。それですね。それが問題です。consejos. Voy a ahorita mandar todos audio que escuchamos el día de hoy y también voy a mandar la respuesta, todo lo que dicen. Y recomendación es escuchar y mientras escuchando lee lo que dice tal cual o luego hablas lo mismo velocidad que ellos. Y eso ayuda bastante. Sí, porque escuchar, sí, entender. Por ejemplo, Cristina San tiene muy, muy nivel, o sea, muy alta capacidad de comprensión, pero problema
sí entiendes, pero cuando hablas, no puedes. Sí, ahorita ya entiendo lo que quiere decir, pero todavía poquitos, comparando con la harta capacidad de comprensión. ¿Y cómo mejorar? Y esa es una práctica muy, muy buena. Yo también, cuando estaba en Uruguay, y como no tenía profesor, nadie no me enseñaba, entonces la única manera es, pues, copiar lo que dicen tal cual. Primero no entendí nada, pero ya como que tengo lo que dicen tal cual, entonces ya leyendo, y primero entiendo 100% lo que dice, y luego empiezo a decir, igual que esa persona. Sí, entonces como yo veía muchas entrevistas de futbolistas, por eso hablaba mal, porque a veces el futbolista no habla bien. Y entonces, tal cual, y luego leí, hablaba y luego ya aplico. Y entonces cuando escuchan nuevamente, entonces ya muy lentos. Ah, sí, eso es lo que está diciendo. Sí, entonces nuevamente, yo voy a mandar todos audios y también la respuesta. Entonces, chécalo, pero checarlo, ¿qué es lo que hacemos? Es pues leer primero y entender 100%. Si no sabe algunas palabras, búscalo, ya, ok. Entonces, escúchalo y nada más no decirlo, sino pues léelo juntos. Y luego sí puedo leer, mismo velocidad que dicen los audios, entonces leer. Pero tiene que tener velocidad igual que exactamente como audios. Si hasta ahí, felicidades. Seguramente va a mejorar mucho. Porque yo tuve resultado así. Pero resulta es que pues yo, ¿a quién estaba copiando? Está mal. Por eso como que me pegó mal. Y luego como que, ¿de dónde aprendiste esa forma de hablar? Ah, es que estaba viendo YouTube una entrevista de futbolista. ¿A quién? Ah, esta. ¿Por qué sota esta persona? No, está bien. Y me dio otro material. Copiar a esta persona es muy buena. Habla bien, muy educado. Ah, ok. Y así aprendiendo, ¿no? Pero examen se supone que muy educados. Entonces, mejor dedíquense eso y aprenderlo. ¿Sí? Y entonces con eso yo creo que no hay problema. ¿Sí? Ahora, siguiente jueves es examen. Sí, yo creo que algunos estaba aquí, entonces ya saben, pero nada más, es siguiente jueves vamos a empezar desde 7. Daijuresuka, Oscar. ¿Este jueves? No. ¿Sí? Sí. Es que salgo al sábado. 7. ¿Y cómo entrar ese? Porque el problema es que sí empezamos 7:30, 9:30. Es poquito tardados. Por eso yo puse, entonces dijo que sí, pero checar otro trabajo. Acabo de entrar ahí. Estoy empecé. De 7. A ver si tu amigos echa la mano. Sí, chécalo porque todavía tenemos tiempo. Y me avisas, porque lo demás, bien, ¿verdad? Dayos, ¿eh? Ah, no. Yoku ikute, umi, beach ni ikimasu. Ángel-san, chuto dame da kedo. Hoka wa daijoubu, ¿eh? Ya, Oscar-san, oshiete kudasai. Y entonces yo creo que voy a confirmar nuevamente, es jueves y lunes, más tardar. Porque Oscar-san va a checar su situación. Y si no hay problema, entonces 7. Sí, entonces poquito. La verdad, nosotros ahorita, octubre, ya mitad de octubre. Y examen es primer domingo de diciembre. Muy poquitos. Échale ganas. Y sé que estaba echando ganas, pero necesita más. Vocabularios y comprensión y todo. Sí, mejor revisa lo que hicimos. No quiere que hagan algo nuevos, porque eso no serviría tantos. Sí, entonces dedícale lo que hicimos y para ya poder tener pues, certificación. ¿Y está? Hi, ¿y está? Hi, ¿sumo arimasu ka? Dozo. Oroshi nakatta kedo koraremasu ka? いいですよ。Hi, obo shite nakutemo daijoubu desu yo. Hi, daijoubu desu. Iban-san mo uke ni kite kudasai. Kite kudasai ne. で、点取ってください。し、ね、もしかしたら来年の6月かな ?7 月かな、ね、はい、テストがあるかもしれないんで、そしたらもう2人はもうすぐ行って、4級取って、はい、取ってください。いいですか？なんで今年にもう OK にしてください。はい、キムさんはね、ちょっと3級だからちょっと待ってね。はい、ちょっと待って、でも今年勉強してきてください。はい、はい、他ありますか？ありません？はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。はい。